ピノキオ。あるところにおもちゃ職人のゼペットという名のおじいさんがいました。おじいさんには子供がいませんでした。ある日、ゼペットじいさんはこんな子供がいたらなぁと木製の操り人形を作り、ピノキオと名付けました。その夜、流れ星を見つけたゼペットじいさんは、ピノキオを本当の人間の子供にしてください。と、星に願いをかけました。すると突然、星の妖精、ブルーフェアリーが現れ、ピノキオに命を吹き込みます。ブルーフェアリーは、勇気を持って正しい行いをする優しい心を持つなら、人間にしてあげましょう。と言い、たまたまそれを近くで見ていた放浪のコオロギ、ジミニー・クリケットにピノキオの両親を託しました。ゼペットじいさんは、操り糸なしでも自由自在に動いて話をするピノキオの姿に大喜びです。翌朝、ピノキオはジミニーと共に学校へ通い始めることにしました。しかし、ピノキオは学校に行く途中、ずる賢いキツネとその子分の猫に騙されてしまい、スターの暮らしができると甘い誘惑に乗って、人形座、ストロンボリー一座に売られてしまいます。ピノキオは瞬く間に一座のスターになりました。しかし、親方のストロンボリーは、ピノキオを金のなる木としか考えていなかったので、ピノキオが逃げ出さないように、鳥かごに閉じ込めてしまいました。かわいそうに思ったジミニーは、ピノキオを助け出そうとします。その時、ブルーフェアリーが現れました。驚いたピノキオは、学校をサボったことを隠すために、嘘をつきました。すると、途端にピノキオの鼻がどんどん伸びていくではありませんか。困り果てたピノキオに、ブルーフェアリーは、嘘はその嘘を隠すために、どんどん大きくなるのです。と教えました。それを聞いて反省したピノキオは、ジミニーと共に、なんとか鳥かごから逃げ出しました。ピノキオとジミニーは急いで帰ろうとしましたが、途中でまたもやずる賢いキツネとその子分の猫に出くわし、今度は遊びの島、プレジャーアイランドへ行こうと誘われます。またしてもピノキオはあっさり誘惑に乗ってしまい、馬車に乗って島へ行ってしまいました。さすがのジミニーも呆れ果てて帰ろうとしましたが、プレジャーアイランドにいる子供たちは、やがてロバの姿になっていき、最後には町に売り飛ばされてしまうことを知り、急いでピノキオを助けに行きました。ジミニーが島に着くと、すでにピノキオにはロバの耳と尻尾が生えかけていました。このままではロバになってしまう。と、慌ててジミニーは、ピノキオを連れて島を逃げ出しました。無事に家に帰ると、ゼペットじいさんの姿が見えません。二人が探していると、どこからか手紙が届きました。手紙には、いつまでも帰ってこないピノキオを心配して、探しに行ったゼペットじいさんが、クジラに飲み込まれてしまったと書かれていました。ピノキオとジミニーは早速救出のために海に潜りました。そしてクジラのお腹の中に入り、ようやくゼペットじいさんと再会することができました。ピノキオは脱出するためにクジラのお腹の中で火を起こし、煙を焚きました。クジラはたまらなくなり、はっ、はっ、はっ、くしょーと、
大きなくしゃみをしました。その隙にピノキオたちは一気に脱出に成功しますが、クジラは怒ってピノキオたちに襲いかかりました。おじいさん危ない！ピノキオはゼペットじいさんをかばうと、そのまま命を落としてしまいました。ゼペットじいさんとジミニーは悲しみに暮れました。すると目の前にブルーフェアリーが現れました。ピノキオの勇気ある行動をたたえたブルーフェアリーは、ピノキオにもう一度命を与え、本当の人間の子供として生まれ変わらせてくれました。ついに夢を叶えたピノキオは、ゼペットじいさんと喜びを分かち合いました。それを見たジミニーは、自分の役目は終わったとばかりに、再び旅に出る決意をしました。ジミニーはブルーフェアリーがいる星を見上げて、ありがとうと伝えます。するとジミニーの胸には両親の証である輝く勲章がつけられていました。おしまい。